前回のテントウムシに続き、今回こそは絶対にヘラクレス賞、ヘラクレスオオカブト賞、頼むぞヘラクレス、来てくれ。いやーすげえ緊張する。まあとりあえず行きまするかな。もう開けてさ、スポッジャンプスキンで開けて、あーやばいねこの緊張感な。もうそろ来ると思うんだよね俺ね。もうそろヘラクレスがね来る予感が、まあ片っぽだけでいいかな、片っぽだけ。緊張する、頼むヘラクレスさん、お願い、ほんとヘラクレス、お前のお姿をお前を組み立てたいんだ。お前を組み立てて、組み立てて、ちょっと待って、開かねえな、ちょっと待ったな。あ、そうか、しまった、これが邪魔で、こっちも切んなきゃダメだった。こっちだけ切ればさ、開くけど、ちょっと、これ、もう枝、枝、この枝、そしてね、パカリスト。おっと、なんだこの色は、これ初だわ、初。黄金虫っぽくね、黄金水か、これ。黄金水。おっと。やばい、ちょっと、昆虫博士来て、昆虫博士。こいつ何も、めっちゃかっこいいぞ、おい。グリーンじゃん、ボディ。こ、え、でも、羽がね、骨がちょっと、おしゃれな感じになってる、グリーンボディ。頭がグリーンで。え、これ、髪切り虫か、もしかして。髪切りってる？え、ちょ、ま、待って待って、いや、ラインナップを見て、どれだ？なんかね、黄金虫っぽいけど、黄金虫がいないっつね。ほほほほほほ。コガネムシいね。待って。何者だこの人。この人何者、あ、姿見た方がいいかもね。姿見た方が。いや、でもカマキリではないな。カマキリも欲しいけど。ヘラクレスじゃないよね。全然違うよね。ヘラクレスは全然違う。これ全く違うわ。でも羽の感じがヘラクレスに似ている。どれだ？これか？あ、でも羽。羽がちょっと色違うんだよね。まあ、とにかくさ、出して、組み立てるか。これ初だ。完璧なる初。初公開、初公開。俺の昆虫パズルの歴史をね、辿ってもないぞ、こんな。誰だ、こいつ。こいつ何者マジで。わかんない。は初、ちょっと、待って待って。顔見たくない、ご尊顔フェイス。こんなかっこいい昆虫。なんだ、わからんぞ、これ。おっと。おっと。待って。ん？負傷してねえ、お前。お前負傷してるね。目ん玉が二つついてて、この綺麗な色が素晴らしいんだけど、こいつ負傷してんだけど、確実に負傷して、ほら、いいよ、後でくっつけるわ、じゃあ。お、折れてんだけど、マジで。お前、誰と戦ったんだよ、このカプセルの中でよ。意味わかんねえよ。まあ、とりあえず組み立てまするかな。ちょっと、これわからん、俺。組み立ててみないと、組み立ててみて、同じ形、これ、お尻だね、お尻。お尻の方から行くか、今日は。お尻の方から、まあ、こんな簡単ですから。もうね、合うとこを突っ込んでけどさ、もうできるから当たり前だけど、ほらな、ここよ、ここ。はい、ここに、ドビュッシー、ほらな。おぉ、色的にはすげえなんか、綺麗な色で、ね、これ、羽側つうか、あっち側だよね、あっち側、この反対側。反対側ということで、こっちを、ここに、ドビュッシーと入れれば、まあ、もう、胴体完成。そんなに大きくないな。でも結構重かったから、大きいとは思ったんだけど、そこまで、でかくはないかも。で、こうつくんだよね。こうつくんだよね。で、その前に上をつけ、上の方を、あれ？あ、こっちか。作って、ガチャンとはめないといけないので、これなんだこいつ？みんなわかる？もうこの時点でわかる。いや、昆虫博士はわかると思う。絶対に。うん。マニアの人ってさ、もう見ただけでわかるじゃん。これ何これ、みんなこれ。こいつ、あ、まあ、組み立てればわかるけどさ、後でわかるんだけど、ちょっとこれ、今この時点で分かる人いたら教えてほしいよね。いや、教えてほしいっつってもさ、ね、今リアルタイムで入んねえな。入ってた、オッケー。リアルタイムで聞けるわけじゃないんだけどさ、硬いぞ。ちょっと待ってね。硬い。いやー、しかしだ。うまそうだよな。いや、もう正直さ、これうまそうじゃない？もうこれさ、ね、焼いてさ、醤油ピッてさ、こうかけてさ、食ったら絶対うまいぞ、これ。このプリップリの胴体。うわー、いいねー。まあ、殻はね、ちょっと唐揚げにしないと多分食べられないと硬そうだから。ね、殻はちょっとダメだよね、殻は。で、羽を、あ、待って、その前に頭つけるか。もう頭これつくからさ。あ、でも羽つけない。羽ど、あ、そっか。羽ちょっと角度、なんか今までにない感じかな。ていうかさ、俺マジ完璧なるバカだわ。コガネムシいたじゃんね。コガネムシいたじゃんね。これ見て、これ。完璧なるさ、あれじゃん、これ。え、マジみんなこれシークレット来たか。マジで。この長い手見て、そういえばコガネいないって言ったけどさ、シークレットさ、忘れてたけどさ、20番さ、テナガコガネムシ。見えるもんね、うっすらね。これ完璧なのシーク、ほほほ、う
嘘マジでみんなマジごめん、これシークレットだわ。あの、こんな、あ、ってこと、手長えと思って前足長くねって思ったら、あ、そういえばシークレット小金じゃなかった的な感じで思い出して、あの、記憶をたどったんだけどさ、これ完璧なシークレットだわ、間違いない。え、シークレット来てしまった。でもね、羽の付け方がちょっとわかんねえんだけど。でもさすがシークレットじゃない、輝きがめっちゃかっこいいんだけど、このボディのさ、鎧の輝き、ほらすげえ。ちょっと負傷してんのはショックだったんだけど、めっちゃかっこいい。でも羽がわからん、羽でも、だっていつものパーティーンだとこう入れるんだと思うんだけど、羽の角度が、え、羽これどうやって入れるんだろう。やっちまったわ、いっつもね、この羽のセッティング忘れるんだよね、羽のセッティングを。そんでここに、あー、さすがシークレットだ、すげえかっけー。ていうか、手長小金の羽ってこうなってんの、知らなかった。手長小金ってさ、全部グリーンじゃないのかこれ。あれ、でも手長小金全部グリーンだぞ。あ、でもこれそうか、これちょっとね、羽がいい色出てるわ、こんな感じになってるね。あ、でもこんな感じのやつもいる、でなんか全部グリーンのやつもいるみたいだけど、お、これかっこいいな、手長小金本物クソかっこいいんだけど、なんじゃこいつ。だ、全部グリーンのやつと羽がこんなやつがいるぞ、これどっちが本物の、あ、両方とも手長なのかな、でも手長いからな。やはりね、本物見た後だとちょっとかすむけど、やっぱね、本物はすげえわ、めっさかっこいい本物。でもこんな感じだった、本物の手長コガネも。でもこれ思うんだけどさ、こんな手長かったら邪魔じゃないのかね、あの自然界でさ。ワイ、あ、でもそうか、リーチが長いからここでいけんのかな、長い手でぶったらけんのかな。でも長すぎたらなんか逆に自然界では邪魔そうな感じするけど、こういう進化をたどったわけですか。不思議な生き物だ、なんか不思議じゃない、こんなに手長くなっちゃったんだね。まあとにかくね、そんなこんなで完成しました、手長小金シークレット、まさかのシークレット。いや嬉しいんだけど、めちゃくちゃ嬉しいんだけどさ、まあ負傷してるし、ヘラクレスが出なかったいやでもみんなシークレット来たよこれ、すげえ迫力じゃない、かっちい、前から見るとすごいかっこよくないこれ、手長小金、すっげえ、さすがシークレット。あとね、羽もね、お決まりのごとく開くことができます、ると、バサバサ飛べますよと。おお、羽開くとまた迫力が増すな、さすが 4D パズル、かっこいいね。裏から見ると全部グリーン、でもね、羽はこういうやつ、こういう形になっている。でもって、この壊れてる部分を直さなきゃいけないので、うまくつくかな。でもなんかちっちゃすぎてさ、なんか細かく見えないから、よし、ここで、まあでも大丈夫かな、うん、ちょっと乾かすわ、この状態で乾かして、まあ完全復活と言ってくれれば嬉しい。でもって前足のね、長い部分、手長小金のね、手長を、おお、すげえ、足長もいんのかな、手長と足長ってさ、妖怪でいるじゃん、妖怪みたいにさ、手長と足長ってね、こういたらさ、もうめっちゃ面白くない、小金虫、お前らも手長、お前らの世界にも手長足長いるんかいみたいなね、妖怪界にもいるぜみたいな。やっぱ 4D パーツでかっこいいな、まさかのシークレットゲット降臨点だったわ。ということで、今回はヘラクレスは出なかったけど、なんとね、シークレットの手長コガネムシが出てくれたということで、最高の展開になりましたね。うわー、マジこれスターシップトゥルーパーズじゃねこれ。マジ怖え。さすがシークレットだよね。めっちゃ迫力あるわ。かっこよすぎる。いや、よかった。初シークレットゲットできたからね。次回、ヘラクレス来てくれる可能性、これあるよ。可能性的にはね。波に乗ってるから、頑張ってシークレットの次にヘラクレスを出そうと思います。それでは、また次回、次の 4D パズル昆虫デラックスでお会いしましょう。いや、なんとかヘラクレス出したいな、次回あたり。全20種だから、昆布もあと少しなんだよね。シークレットも出てくれたし、手長コガネムシ。わお、迫力が素晴らしいっすね。ここにヘラクレス、次回はね、隣にドガシャンと行きたいと思います。めっちゃ楽しみだな、ヘラクレスと。でも、手長コガネの方がでかそうな感じがする。これすげえ重たかったから。ヘラクレスの方がちっちゃかったらどうしよう。ヘラクレスはこれのね、あの、サイズがでかい方が嬉しいんだけどな。なんか手長が一番サイズ的に大きそうな感じしない？だって手長いんだもんこいつ。すごいこの手の長さで幅を取ってるよね。さすがシークレット。迫力器が半端ないっすわ。